皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今日は静岡県立吉原高校を紹介します。吉原高校には2つの科があります。普通科と国際科です。普通科定員120名で、今年の入試の倍率は 1.23 倍でした。普通科の進路ですけれど、4年生大学が 69.2%、 短大が 11.5%、 専門学校が 17.2%、 このようになっています。それから国際科ですね。国際科は定員が40名、今年の入試の倍率は 0.83 倍でした。2年生の時に海外異文化体験、こういうものがあります。大体10日間程度だそうです。内容はですね、ホームステイをしながら現地の学校との交流を行う、こういうものだそうです。それからこの国際科には交換留学生の制度があります。交換留学生の制度は私費留学の費用の半額の値段で行けると、こういうところが魅力ですよね。保護者の方の負担も少なくて済むと、こういうことです。過去の例ですと、1年の時の冬出発して2年の時の冬帰ってくる、それから2年生の時の夏出発して3年生の夏に帰ってくる、こういうタイプがあるそうです。それから私費留学、これも扱っています。こちらはですね、2年生の春に出かけて3年生の春に帰国すると、こういう、コースの例があります。今回は静岡県立吉原高校、こちらの紹介をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。